本日の聖書箇所は、今年の工場教会の兵庫聖句、マルコによる福音書、第16章15節。新約聖書の81ページです。本日はこの箇所より、私と福音と題して、菅原慎二兄弟がメッセージをしてくださいます。それでは、聖書をお読みいたします。そして彼らに言われた。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。皆さんこんばんは。こんばんは。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、主の御名を賛美します。あなたに賛美を捧げながら、この新年にあなたの御堂に集まってあなたの福音を述べ伝える器として私を用いてくださいという思いにあなたがしてくださることを、私のうちからそのような思いはまるで出てきませんが、あなたがそれを与えてくださって、私たち一人一人をこの場所に集めてくださって、あなたの霊で満たして、またそれぞれのところに使わされることを覚えてありがとうございます。あなたに思いを向けて共に礼拝し祈ることができることを感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。米沢らしい、昨日ですね、雪が降りましたけども、私は米沢が出身でないもんですから、今18年目になりますが、米沢の冬がですね、好きなんですね。なんでかというとですね、米沢の冬は人間味を感じさせてくれる楽しい季節だって、そういうふうに感じるんですね。米沢に住んでるとですね、冬ならではのお付き合いっていうのがこうあるんですが、まあ、米沢でない方々もこう見てくださってるってこと。どういうことかというとですね、朝早くからですね、雪が降るとですね、みんなこう家から出てきて、早い方はもう4時と4時半とか出てきてですね、まあ、普通だったらですね、挨拶しない、まあ挨拶会釈程度の方とでもですね、おはようございますって言ってですね、いや降りましたね、いやこんなに降られっとなって言いながらですね、でもですね、こんなに降ってもうあと笑うしかないよな、なんて言ってですね、雪がなければ本当会釈程度の方とですね、笑いが生まれるなんてことがね、あったりするわけですね。でまあ、毎年そんなこと言ってますとですね、年々見た顔が少しずつ変わっていくんですね。あれあそこのおじいちゃん今年出てこないななんて思ってると、少し遅く出てきてですね、ああよかったよかったなんて思ったりしてですね、まあ米沢の冬っていうのはですね、意外とっていうかですね、あったかいなって感じることあるんですね。同じ雪でもですね、まあ、米沢は城下町でですね、道が独特ですよね。城下町ならではのこの道の作りになってですね、十字路って言ってもですね、こうまっすぐ行けない道が、特にお堀の方に行くとそういう道が多いですけども、もともと通りにくい道が雪降るとですね、なおこうすれ違いにくくなるってことがありますね。そうするとですね、私も調子がいいもんでですね、こう親切、私は自分が親切だと思うんですね。そうするとですね、ちょっとですね、前から車が来る、で私もこう行く、あちょっとここで脇に寄ってですね、パパッて、まあ、朝食パッシングなんかしたぐらいにするとですね、お先にどうぞっていうのはそういうぐらいなもんですけども、そうするとですね、こちら親切でやってるつもりが、あちらがですね、私の親切をですね、パパッとこうですね、あなた先行ってってこう言われるとですね、こっち親切でパッシングしてるんだから、なんかそんな気持ちになってですね、またパパッてお先にどうぞなんて言うんですけど、だんだんですね、パッシングが今度クラクションに変わってブブッとかになったりしてですね、まあそんなことがですね、雪の道ではですね、そこかしこにあるんじゃないかと思うんですが、そんな自分を見るときにですね、一句思いついてしまったんですね。冬の道、お先にどうぞは早く行けそんなですね、まあ、米沢の冬はですね、人間味あふれる楽しい季節だ、そういうことが言いたいわけなんですけども、まあ
今の話は本当にですね、紛れもない事実でありましてですね、まあ、譲っているふうにして、実はですね、私がっていうのが、まあ、私の自己紹介を兼ねてですね、それが菅原真嗣でございます。まあ、今日のタイトルをですね、見ていただいて、先生方にですね、教えていただいて、それまで私も気づかないんですね、何のはばかりもなく私と福音なんてぐらいにしてですね、本来だったら福音と私っていうのが筋っていうかさ、大人なんじゃないのって言われるまで気づかないような、まあ、私がっていう、そういう私なもんでございますから、でそれでいいのかなと思ったけど、まあ、もう印刷もしていただいて決まってしまったので、こうのこのこですね上がってきたわけなんですが、まあ、こんな感じですね、私はもう自分の知らないところで、このね、私がって言ってですね、出ていく、こんな私みたいな人間がですね、知らないところでどれだけ多くの方に道を譲っていただいているかなんて思ったらですね、今うちの家内と目が合ってしまいましてですね、本当にどれだけ道を譲っていただいているかって思うわけですが、まあそう言って道を譲っていただいて、知らないところでですね、本当にたくさんの方に尻を拭っていただいて今があるなというふうに思う。そしてやがて私もですね、その皆さんからの愛を、まあ、皆さんを通して神様が私に愛を届けてくださって、そしてやがて私もですね、どなたかが私がという方に、どうぞお先にって言ってですね、道を譲ってあげられる、そんな風なイエス様の似姿になれたらなと思うわけですね。ところが私と福音というのはですね、このあなたは必ずそういう愛の人、人に道を譲ることができるような人になれるというのが福音だということですね。今日の御言葉は、そして彼らに言われた、イエス様がおっしゃった、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよと。今申し上げた通りですね、この今晩一緒に学ぶ福音というのはですね、さまざまな解釈、またさまざまな表現あると思いますが、一言で言うならば、福音というのは今申し上げた通り、あなたは必ず愛の人になれますよというのが福音ですね。そのメッセージですね。愛の人とは譲ることができる人。今、まあ、告白した通りですね、譲る風はできるけども、本当に人に譲ることのできない私、そんな風になれるかな。でも神様の約束はなれると言ってくださるんですね。これは神様がこの聖書を通して私たちに約束してくださっていること。神様は壮大なご計画のこのね、私たちはそのほんの一部を担っているにもかかわらず、この私に目を留めて、この計画お前ならできるよって言ってですね、担わせてくださっている。今からですね、もう 4,000 年も前にですね、神なんていらない、希望っていうのは自分の手で作り出して、それをなすことが人生の意味であって、そしてそこに価値があるって言ってですね、まあ神様、作り主なる天のお父様をないがしろにしてですね、世の中の人たちが歩んでしまう、そんな中で神様はですね、誰か本当に私と一緒にこの人生歩んでくれる人いないかな、心を痛めた神様はですね、探してですね、一人の男性を見つけるんですね。その人の名前はもう皆さんご存知のアブラムという方ですね。このアブラムさん、後にアブラハムとなるわけですが、このアブラムさんに神様は、あなたを祝福のもといとする、あなたを通して全世界の人たちがもう一度私と一緒にこのね、与えられた命を生きる、その素晴らしさをあなたを通して取り戻したいんだっていうのが神様のご計画であって、その計画の中に私たちも入れていただいている。先ほど祈りで私もそのように思ったんですけど、本当そんな風に神様の道具として用いてくださいなんて、そんなことを自分の内からは出てこないですよね。それがそういう思いが与えていただいて、なんかそんな気持ちになってしまう、それがまあ神様の計画の中で今私が置かれている。そして
アブラハムを通して語られたそのあなたを祝福のもといとするというのは、今私にも語られているんだ。私の計画、それは私が知っている。そしてこの神のご計画に従って召された人たちと共に神様が働いて、全てのことを良きにしてくださる。で、その召されたものとして私もまた皆さんもこうして今一緒に神様を礼拝しているということになるわけですね。そしてこの神様のあなたを必ず私の名前にかけてあなたを愛の人にするという神様の約束は絶対に変わらないんだ。まあそうは聞きますが、4000年前にそのどっか遠くの異国のね、アブラハムさんに語られた言葉が今のこの2024年の米沢にいるこの私にどう関係があるのか、そこで今日は2つのことを一緒に考え、理解を深めていきたいということで、私と福音、それが1つ目ですね。私と福音、私にとって福音とは何か、そしてこの福音が私にもたらしてくれるもの、また福音にとって私は何なのか、これが一つ目ですね。そしてもう一つはそのね、私と福音の関係が日にこう深くなっていくとですね、譲ることができるようになっている、つまり私が福音になっているっていうことなんですね。私と福音、一つ目、そして私が福音に変えられていくんだということを一緒に考えを深めて、理解を深めていこうということで、というわけでですね、私と福音のこの福音というのは、先ほど来申し上げている通りに、福音というのはあなた、私、必ず神様がそのお名前にかけて正しい道に導くと書いてある通りにですね、私を作り変えてくださる、譲ることのできる人に神様がしてくださる、愛の人になることができる。まあ皆さんももう言わずと知れて、愛の人って言ったらもうお一人しかいないわけですね。その通りですね、イエス様、その愛の人になることができるってことは、つまりですね、このまあ富士山で言えばですね、てっぺんにイエス様がいて、よしみんなでこの富士山頂上まで行こうって言ってですね、このイエス様がゴールで、私たちはそこに向かって日に栄光から栄光へと新しく変えていただいているということですが、あ、そっか、じゃあゴールははっきりしたと、ゴールはその通りですね、イエス様が、私たちの行くべき道のゴールがイエス様なわけなんですが、ゴールが決まったんだったら、あとはじゃあもうそこに突っ走るだけじゃないか、よしめでたしめでたしと行くには、もう一つはっきりさせておかないといけないことがあるんですね。それは何か、その通りなんですね。それはゴールが決まれば、スタートがどこなのか、今の現在地が分かっているということが大切になってくるわけですね。これからじゃあ本当富士山をじゃあ登りましょうってですね、富士山を登ろうとするときに、まあ、ゴールはするわけで頂上ですから、ゴールに向かってですね、でも登山口、その富士山に、ね、登る道がですね、調べたら4つあるんだそうですね。今自分がどこ そのスタートにいるか分からなければ、まあ、ゴールは、ね、決まってますから、そこに、ね、到達することはできるかもしれないけども、スタートがどこにいるかがはっきりとしっかりと分かってないと、まあ、もたついてしまうわけですね。もたつくっていうのはですね、生活の中で、私のことだからもうよくわかるんですね。イライラしたり、がっかりしたりですね、また不安になったり、またこう気の利いた言葉の一つでもですね、ポンと出ればいいのになかなかこうね、もたついて出てこない。ああ、スタートラインが今自分がどこにいるか、現在地が分かっていないんだな。現在地というのは、言い換えれば、等身大の自分ということですね。ありのままの自分、この等身大が、なんで自分の等身大ありのままがわからないかというと、怖いからなんですね。あ、そうです、ここでない、どこかに行けば私だって、いや、私でない誰かに変わればなんかもっとね、一肌の自分に、いや今でない、いつか私だってっていう、この怖いっていうわけ、これが
自分の等身大から自分を引き離すその大きな理由なわけですね。今ですね、とにかくそのまんまのあなたじゃダメだよ、ありのまま等身大ダメダメ、そんな自分でいたらね、世の中ついていけないし、いやいやご飯食べれないよ、そういう大きな世の中の価値観が席巻してますから、等身大にとどまるっていうことは簡単でないわけですが、そんな世の中に私たちはポンと投げ出されて、いつの間にかどこから来て今どこにいてこれからどこに行こうとしているのか、つまりわからない迷子になってしまっているっていうわけですね。なので迷子になって今どこにいるかわかんないから、ゴール見ても地図を開いてもどうしたらいいかわからない、そんなことが日常に茶飯事であるわけですね。でも等身大には恐れがないんですね。等身大でいられると人と比べる必要がなくなる。等身大でいられるとなんか自然体で、ああこんなに楽でいいのかなって思うようなことがあるんですね。いつもですね、無理してるわけじゃないんですけども、これ頼んで応援に来てくれっつってですね、息子に来てもらうんですけども、息子来てくださいますから、息子の話しないわけいかないわけですよ。うちの息子が2歳か3歳の時ですね、私のこの胸ぐらいの高さの塀をトトトトトトトってこと歩いて一緒に散歩するんですね。そうすると、当然僕はね落ちないように見るわけですけども、彼はまだ2歳3歳ですからね、この恐れがないわけですね。そうするとですね、彼はふと立ち止まって何の申し合わせもなく歩いてたら、彼はふと立ち止まってですね、僕の方に飛び込んでくるんですね。そしたら僕はもう落とすわけに当然いきませんから、落とすなんて選択肢ないんですね。もうキャッチするしかない、もうかろうじてキャッチするわけですけども、その後ですね、何とも言えない気分になるんですね。こんな風に私今までの人生で信頼しきられたことあるだろうか、そう思ってですね、まあ今でも嬉しく覚えてるんですが、彼の側からするとお父さんが僕のこと落とすわけないって思ったんじゃないかと思うんです。もうそんなね、落とされるっていうそういう選択肢がないんですね。つまり恐れがないんですね。必ず受け止めてもらえる、そう信じている。で彼はね、僕は彼を呼びもしないし、またねこう目配せしたわけでもないけど、突然飛び込んでくる。おそらく彼は僕の存在からですね、僕は何も発してないんですけども、僕がそこにいるっていうだけで彼の耳には、勇気っていうんですけども、勇気大好きだぞ、勇気お前すごいぞ、大好きだぞってこうね言ってる言葉が、僕は何も言わなくても彼はそれをキャッチしたんじゃないかと思うんですね。そしていても立ってもいられなくなってこう飛び込んできた。だから僕の存在が彼の存在を呼んでこうね飛び込んできたのを僕もねこうちゃんとキャッチしたっていうわけなんですけども、等身大っていうのはですね、神様と共に歩むっていうことなんですね。等身大でいると神様の声が鮮明に聞こえるようになるということを、そのね彼との関係から教えてもらうわけですね。そしてこれは何も息子と私の話じゃなくてですね、神様はいつも私たちに大好きだぞ、お前のこと大好きだぞ、何したっていいんだ、大丈夫、失敗したっていいんだ、何したっていいんだ、大好きだぞっていうふうに言ってくれてる、その神様の声を私たちがキャッチすればもう神様に飛び込むしかないわけですけども、でも怖いんですね。本当は聞こえてるんだけども耳を塞いでしまう。等身大なんてそんな格好悪いよ、等身大なんてそんなやぼったいこと言ってないの、ほらテレビつければあの人みたいにああいう服着ればかっこよくなれるし、あんな風にたくましくなれたら僕だって飛び込んでいけるんだけどな、私でない、ここでない、今でない、そういうのにですね、もう引きずられてしまって迷ってしまう。だから私たちの天のお父様、こんな私でさえ息子を絶対落とす前としてキャッチしてくださるなら、天のお父様が私たちを落とすなんてありえないわけですね。創世記のですね、ぜひ今開かないんですが12章をぜひですねお読みいただくとですね、そのさっき申し上げた
アブラム、まだアブラムだった時ですね、国を出て父と別れて親族に別れてですね、私の示す地に行きなさいって言って、その時アブラムははいってですね、恐れなく出てったんですね。そして私たちの信仰の父とそう呼ばれるは、そのアブラムさんが、まあ、こともあろうにというわけじゃないんでしょうが、はいと言って出て行ったその後、十二章に書いてある通りですね、等身大からちょっと離れて、等身大は恐れがない、でも恐れてしまってビビってですね、あ、大丈夫かな、大丈夫かな、いやこっちに行った方がいいかなって言ってですね、まあ失敗してしまうわけですね。でも神様はそれでもなおキャッチしてくれて、また等身大に戻してくださっただけでなく、おまけまでつけてくださる。いやいや、新約聖書のあのペテロもそうですよね。ああ幽霊かと思って、イエス様、イエス様どうか私にここに来いって言ってください、イエス様おいでなさいって言った。そしてはいって言ってですね、恐れなくですね、等身大を取り戻していくんだけども、風が吹いて、ああもうペテロ先生は私がの先生ですから、はいって言ったはずなのに、風が吹いて俺がってなった時にドボンと言ったけども、イエス様はその書いてありますね、マタイの福音書にすぐ手を出して引き上げてくださる。これが私たちの神様であって、で引き上げて等身大にまた戻してくださって、その後は皆さんご存知の通りですね。こうして福音と私、福音というのは私にとって私を等身大ありのまま、それは主と共に歩む、そこに戻してくださる。そして等身大を取り戻すと恐れがなくなる、人と比べる必要がなくなるんですね。そしていつも自然体で自分を喜んで生きることができる。そして等身大を取り戻すとゴールが決まって、スタートが決まりますから、もうゴールに向かってですね、日々ですね、栄光から栄光へと私たちは変えられていくプロセスにもすでに入っている。これをまあ成果というわけですが、私たちはすでにそこに今いるというわけですね。そしてその成果のプロセスで、今すでに私たちはもうすでに私が福音になっているんだということを神様が教えてくださるわけですね。私はそういうわけで番駅社というところで仕事をさせてもらってますが、そこにいる方はですね、ほぼ皆さん認知症なんですね。認知症の方でやっぱね、いらっしゃるんですね。徘徊する、徘徊っていうことね、皆さんご存知だと思いますが、徘徊っていうのを辞書で引くとですね、目的なく歩き回ることだっていうふうに書いてあるんですが、僕と同じじゃないかってそう思うんですけど、笑ってくださってありがとうございます。ある時ですね、私たちの、万益社にはですね、もうよりすぐりのスタッフがいてですね、その中でさらに抜きに出てる人ですね、ちょっとね、万益スタって呼ぶんです。万益社ですね、もうでそのね、今井上知恵さんという方がいて、この方がですね、徘徊するおじいちゃんがいてですね、この人がなんで徘徊するんだろうかっていう話をしてですね、この知恵さんが気づくんですね。この方が出ていこうとするのはね、みんな困った困ったって言うんですよ、やっぱり徘徊してどっかで、実際警察のお世話になったこともあったりしてですね、なんとかしてこれ止めなきゃなんないって言うんですけども、でも、困った困ったって最初思ってるんですけども、そこでね、知恵さんがこう気づくんですね。それはこの方が出てくるのは万引き者の中にこの方の居場所がないんじゃないか、なんか居心地悪いんじゃないかっていうことをポロッと言うとですね、あ、なるほど、今まで困った困ったってこの人見るともう困ったな困った困ったっていうエネルギーですね、いたのがガラッと変わって、あ、じゃあこの人どうしたらここにいたいと思ってくれるかな、この人どうしたらここに居場所を見つけてくれるかなっていうふうに、そういうふうにみんなの考え方が変わるんですね。そうしていくうちにまたさらにですね、その知恵さんに気づきが与えられてですね、この人出てくとき大体決まってこっちでみんながですね盛り上がって賑やかにしてる時にですね、こっちの方から扉からね、こうスーッと出てくるんですね。気づかれないように出てくるんですね。それを気づいた知恵さんは、あ、なんか賑やかにしてる時に限って出てくよね。あっちで盛り上がってて、
なんか俺ここにいていいのかな、いや本当だったら入っていって一緒に盛り上がればいいんだけども、やっぱその人が持っている自分のセルフイメージ、それを持ったまま認知症になって、なんか気づいてほしいけど気づいてって素直に言えない、ああ私と同じだな、私と同じだっていうふうに知恵さんが気づくんですね。そうすると、まあ、そこで知恵さんはですね、等身大を取り戻されたっていうことなんですね。ここが分かれ道でして、やっぱりさっき言った通り、この人困った困ったって言ってると、ね、私だって嫌ですよ、もうこの人困った人だなって思われてるのはもう分かってる人が隣にいたら、やっぱり徘徊なんてそれ言われたらたまったもんじゃないですよ。もう出てきたくて当然でわけですから。でも、ああ私と同じだ、いやいやいや私と同じなんて、そんな私の方が見えてなかった、私の方が分かってるようで分かってなかった、えなんだ認知症なのは私じゃないかと、そういうふうにみんなでシェアしてもらったその後からですね、本当に不思議とですね、この方それ以来警察のお世話になってないんですね。それどころか出ていったその方がですね、そこにまあ知恵さんはじめ他にもたくさんのスタッフいるんですけど、スタッフは賑やかに喋っているとそこに入ってくるようになっている。不思議だなと思いますが、それは等身大、それは主と共に歩むこと、そこに平安があれば寄ってきたくなるわけですよね。つまり私が福音、私の存在が福音になってて、こっちから福音だよ聞いてくださいなんて言わなくても、聞かせて聞かせてっていうふうに来てもらっている、そういう中にですねいらっしゃるわけですね。ちなみにこの徘徊する方ですね、まあ、インスタグラムやってるんですけど、インスタご覧になってくださる方ね、よく出てくるあの赤いパンツの生かしたおじいちゃんです。赤いね、徘徊するもんですから、あの夜でも何の雪だろう雨だろうか、ね、出てっちゃうんですよ。で警察の人に何とかしてくださいって言われて、まあ、みんなで祈ってですね、知恵をいただいたのは、あ赤いズボン履かせよう、そうすれば夜でもかえってね、冬の中だとですね非常に目立つわけですね、まあ、それでですね赤いズボンを見たって電話くださった方もいるんですけど、まあ、そういう顛末で、ね、こういう方いるんですけども、万役者っていうのはですね、そういうふうにですね、私たちが等身大を取り戻すそういう道場なんですね。私と福音、福音が一つ目ですね、福音が私にもたらしてくれるものは、福音は私を愛の人に変えてくれる。でそのスタートは等身大の自分、そしてゴールはイエス様。そうするとでも等身大と言ったって現在地とてもじゃないけどわからない、だからイエス様はゴールで私たちを待ってるんじゃなくて、私たちがどこにいるかわからない、そのさらに私の本当の居場所のとこまで下ってきてくださって、ザーカイそっちじゃないよこっちだよ、シンジそっちじゃなくてここだよっていうふうにして、また私を等身大に戻してくださる。で私はまたこうフラフラって出てってしまうんですね。でも戻る場所があるから安心してフラフラと出ていくことができる。そしてさっき一緒に確認した通り、アブラムでもペテロでも私でもイエス様はまた等身大に戻してくださる。それが私と福音の関係だということですね。そしてそれを日々歩んでいると、私が福音に栄光から栄光へと変えられていくということでなんですね。私の存在が福音となって、いやこんなこと言いますけども、今日も道でですね、お先にどうぞってすればいいのに、お先にどうぞってするんですよ、あの形はですね、パッシングしてですね、どうぞってするけど、ね、あなたは先に行ってって言うとですね、なんで俺が先に行かなきゃなんねえんだよって、そういうですね汚い心がふっと出てくる。そんな私でも必ず愛の人になれるよっていうふうに言ってくださる神様の声に、等身大とは神の声が聞こえることですから、それを日々していく。そうすると気づくと、お先にどうぞって言えるふうにこうなっていく。でそこに平和が生まれていくと。私はそのようにですね、神様の福音を、でこれがこの大宣教命令と呼ばれるこの場所、この箇所の始めであって、それが全てなんだと、
日々私たちは今も作り変えられている。作り変えられるためにはその私の苦い思いがどうしても必要で、そこが等身大に入る入り口なんだというサインをですね、神様が送ってくださる。そこからイエス様の名前を呼んで、こんな私、いやこんな私とも思わない、そこのさらに下からイエス様がそっちじゃないよ、こっちだよ、降りていらっしゃいというふうにですね、声をかけてくださる。そして私がやがてですね、道でお先にどうぞってパッシングする。でもあちらの方もまたパッシングして返してくださる。その時に私行けばいいんですよ。 ありがとうございます、こんな私に道譲ってくださってっていうふうに行ける日がですね、やがて来るはずですね。それ信仰を持って、でその時に相手の方が福音を感じるかどうかはわからない。感じてくださったら嬉しいですけども、でもそこで等身大を取り戻して喜んでくださるのは誰でもない神様であって、そしてその神様がまたフラフラっていく私をここに戻してくださる。そういう歩みを今私たちは日々日々させていただいている。そして彼らに言われた、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。私たちが使わされるところで福音をありのままで等身大で生きていく、そんな週の後半にしてまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、主の皆を賛美します。あなたはどこにいるのかと神様の声が聞こえるにもかかわらず耳を塞いでふらふらと出て行ってしまう私に、イエス様がその私の罪の代わりに十字架にかかってくださって、こいつは悪くないんだ、どうか許してやってくださいと先に私に譲って道を開いてくださったイエス様、感謝します。毎日の生活の中で出てくる自分のその幼い思い、しつけられてないこの自分を見るときに、そこでいいんだと、そこから一緒に始めようじゃないかとイエス様が招いてくださっているこの福音を感謝します。この福音を私のものとして、そして私自身が福音となってあなたの使わされるところにまた出向いてまいりますから、よろしくお願いします。私たち一人一人を清め、そして用いてくださいますことを感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。